日本を出てね、うん、ドイツに住んで、はい、今までですねドイツに来て、あ、ドイツってこういうことが良かったな、うん、こういうことがちょっといや、まあ、不便嫌だなとか、うん、日本を離れてみて日本がよいこういうとこいいなとかこういうとこをもうちょっと改善したらいいなとかっていう点があればね、うん、話させてもらいたいなというふうに思います。なるほど、分かりました。そうですね、まあ僕は学生できたわけじゃないので、まあ、ちょっと仕事の話になりますけど、はい、やっぱり、まあ、ドイツ人は合理的だなんだとかってよく言うじゃないですか、うん、その通りだなと合理性を求めて、その通りかやっぱり、まあ、無駄なことが結構やっぱり少ないのが僕はすごく気に入ってますね。確かにそうですね、うん、仕事に関しては必要なことはやるけれども、うん、必要でないことはやっぱりもうどんどん省いて効率よくで、そうですね、やりましょうと。で、そのお客さん、僕は客商売なので、まあ、お客さんに対してもその何ですか、払うからやるし、やるから払ってもらうでしょっていうそういう何ですか、その物々交換がないですけども、そうですね、この、はい、これがすごくいいバランスかなと。結構フェアな立場ですよね、お客さんと店員さん。そこがやっぱり面白い。日本との一番大きな違いで、うん、多分びっくりする部分では最初来た時なんかはやっぱり日本って僕はもう今思えばもう過剰なサービスそうですよねかなと思っちゃいます、うん、すごく日本に帰って、うん、そのね、その有名なチェーン店とか、はい、服屋さんとかでもテイストさんとかも行くとやっぱりもう対応とかも素晴らしくて、そうですね、うん、ありがとうございますこの値段でっていうところはあるんですけども、 そこに関してはまあ、ぶっちゃけると、まあ、そんなにももらってないのにそこまでしている人たちがいるっていうことに関して、うん、まあ、僕は今はありがたいと思うけれども、うん、日本にいるとかやっぱそんなことは考えなかったので、 そうです、それは当たり前とは思って、うん、そこがちょっと違うかなと、うん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 、やっぱりやったらたくさんもらいたいし、うん、たくさん払ったのならやってもらいたいしみたいなところが、このバランスが仕事にとてもよく現れてるんじゃないかな、うん、それはもう飲食、僕は飲食だけど飲食以外でもものづくりとか、そうですね、うん、職人さんとかでも全部やっぱりいいものが欲しいならいいものいい値段を出してください、そうですね、うん、リーズナブルだったらリーズナブルですよっていうその良し悪しが求めるものに対してのっていうのがしっかりしているところがやっぱり面白いな。確かにそうですね、僕は的っていうか、まあ、確かに、うん、面白いってことですね。必要最低限のとこしかやらないっていうか、うん、まあまあそこがやっぱメインになります。これ以上やってもっていうのってありますよね。そうなんですよ、うん、そうなんですよ、この必要でもちろんそうやって時間とか削って、うんうん、で余った時間をやっぱりその労働時間にきっちり当てはまるように調整していっているところが、うん、日本と違うと、日本もやっぱり今すごい変わってきてると思うんですね。はい、そうですね、うん、まあ、そういう風な流れになっていってると思うんですけど、うん、多分そうじゃないところもまだ、うん、そうですね、多そうかなと思う。まだやっぱり多いと思います。20代はもう日本でもうすごくその企業に働いているのを進めて、うん、まあ飲食ですけど働いてたんですけども、そういうのはやっぱ見えなかった。まあ、日本の飲食でもどんどん変わっていってるので、はいはいはい、それはいい傾向かなと。やっぱこっちの方が、まあ、幸福度みたいなのはやっぱ高いっていうのはよくうなずける部分はありますよね。確かにそうですね、うん、働く環境ってやっぱ大きく大きいですよね。違いますよね、仕事はやっぱしなきゃいけないので、うん、で必要だし、まあ、そう必要なんだからこそっていうところですよね、うん、そうですね、やっぱりそのそ うまくやりましょうっていうのが分かってるところが、うん、ドイツと日本の違いで、まあ、その面白い部分でも、うん、はいはい、そうですね、バランスがやっぱりね、こっちはいいですよ いいですね、そういった面ではね、うん、トムさん、逆にですね、うん、ドイツに住んでて、うん、ああこういうところちょっと嫌だなっていうのあります？まあそうですね不衛生かなってもうね、汚いよね、もう綺麗なところは綺麗なのよ。そうですね、綺麗なところ綺麗なの。お金が払うところは綺麗なんですよ。そう、うん、でもやっぱりその汚い、日本でもあるよ、大阪なんで、はい、僕も、まあ、そのね、はい、
といい、綺麗なところもね、汚いところとあるんですけども、ここはもうすごくある。で、やっぱゴミとか、そういうのをね、やっぱりその、日本人はやっぱりゴミ箱に捨てる、もしくはゴミのね、そうですね、あるところのマンネルのマンク持っていきますけど、こっちは結構もうその辺にポロ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 捨てますもんね、落ちてたりとか、もうその落書きとか、はい、やっぱりね、結構上手に描けたらおっとか思うけど、アートとして見ちゃう。アートとして見えるところだったらまだね、いいけど、おお、どうしたかなっていうのもあるから、ね、あんまりいい言葉で書かれてなかったりとか、そういうのを見ちゃうと、なんか、あーっていう、そこはね、やっぱり、ありますね。なるほどですね。日本は本当に空港から、うん、駅から、特に駅ね。綺麗だ、日本の駅は、本当に思いますね。感動もんですよね。感動もんだ、本当に。そこはやっぱりもうちょっと全然足りないというか、まあ、もうちょっと意識が高くすれば良くなるんじゃないの、うん、と全体的な。そうですね。そこはやっぱり日本人も汚さないでおこうって思ってる部分が、汚しちゃダメみたいなのがあると思うんですよ。はい、そうです。で、綺麗に使おうみたいな。駅を、ね、みんなが使うところを綺麗に使おうみたいなのがあると思うんです、はい、意識的に。確かに。こっちは申し訳ないですけど、そんなに見えないですよ。そうですね。あんなに見えないです。ちょっとね、もうちょっと。確かに。全員じゃない、全員じゃないです。一部は。でもやっぱりその量、ね、量がね、はい、意識してない人の量がやっぱり。そうですね。ね、そこはやっぱりね、はい、お国が、全員、ドイツ人と日本人だけが住んでるわけじゃないので。そうですね。あ、そうですね。たくさんの国の人が住んでるので、はい、そこはしょうがないかな。だから日本ももし、そういうね、今もどんどん増えていると思うんですけど、うん、それがもっともっといろんな人種の人が日本で活躍するようになれば、うん、いろんな人が入ってくるようになれば、うん、まあ変わるだろうなとは思いますけど、そうですね、うんうん、ちょっと不思議に思ってるのが、日本とドイツって街にあるゴミ箱の設置数が全然違うじゃないですか、うんうん、こっちすごく多いじゃないですか、はい、なのにですよ、ですよね、なのにですよで、日本って少ないじゃないですか、はい、捨てるとこって。昔は減りましたね。あ、そうそうそう。そうでも、綺麗なんですよね。すごいと思います。それはすごいと思う。やっぱみんな持ち帰ってるのか、そのゴミ箱があるとこまで行くのか。そこはめっちゃ感じる。ゴミ箱は本当に多いのに、なんであるじゃんっていう。そうなんですよ。いや、本当にね、落ちてますよね。落ちてる。そこにあるのにそこに捨てんのって感じ。そうなんですよね。そこがちょっとね、やっぱりそこら辺の、まあ、モラルなのかあれなのかちょっと、うん、残念かなと、もったいないな。そうですね。すごく綺麗な公園だったりとかして、うん、もうちょっとパッと見たらめっちゃゴミが山のように捨ててあったりとか、うん、見るとなんか、こんなに綺麗なのにって、うん、こんなね、すごいヨーロッパの綺麗な建物があってとか。そうですね。そこがちょっと見えちゃうのが、うん、もったいないな。まあ昔からそうなんだから確かにそうですね。こう9年間の間ね、うん、こっち経験した上で、うん、日本ってこういうとこ素晴らしい、うん、あ、もっとこういうとこを改善したらいいなとかっていうのってあります、うん、日本が改善するところ、いやちょっと難しいな僕はね、うん、本当に日本マジ素晴らしいって思ってるところが、うん、さっき話した綺麗さ、うん、それはトイレに通ずるものがあったり、ね、あと日本のコンビニとか、うん、百均とか、うん、もう素晴らしいと思ってるんですよ、うん、でこれってドイツに来て海外生活を長くする上で、うん、こう感じたことなんですよ、うん、物に関してはやっぱり本当に揃えやすいですね。そうですね、うん、本当に細かくその選べるのが分かれてますよね。分かれてます。欲しいものが、うん、自分の好きな小物でもタイプがやっぱりね、あったりとかして選べちゃうところがある。こっちはなんかもうこれならこれ、これならこれみたいな、うん、そうですね、もうきっぱりですね、きっぱり分かれてるところ、うん、なんかその中間ないのかいっていうのがありますよね。そこはまあでも確かに、まあ、物を大切にするとか、まあ、いろいろあって、うんうんうん、まあ、どっちがいいかっていうところはとても難しいところでは、うんうん、まあいいところがあればね、どっか悪くしないといけないっていうのも、ね、ね、あるからなんですが、うん、まあ、ドイツもものづくりたけてますけど、うん、日本ってもっとたけてるなって思ったりしますね。それは確かにしますね。壊れないってよく言われますけど、100均のクオリティでね、100均のクオリティが
ね。本当にもうあれもありがたいことですよね。そう、本当にこっちもねちょっとそういう地形の一流ショップ、一流ショップありますね。もうなんか数字を使ったら超えました。超えました。そうそう、でも誰もクレーム言わない、まあそれ相応のものですから、使い捨てみたいなのがあって、まあでも今欲しいんだっていう時は助かるんだけども、今ちょっと使うためにっていう道具とかあったら助かるんだけど、それはありますね。あと改善点はもうちょっとこのトークセッションもね、いろんなところでやってる中で声を上げてるんですけども、働く環境っていうのはね、さっきノブも話した通り大きく違うというところで、それも僕も大きく感じてます。それは全然ちょっと、まあ、違うかなというところかな、ライフスタイルに本当直結しちゃうんで、やっぱりアフターファイブと言われる時間帯っていうのはやっぱり住んでいく中で必要っていうか大事なことで、そのバランスがあって仕事のバランスがあるっていうのってすごくいいバランスに向かっていくと思ってるので、そこは今後 そうね日本もどんどんこっちのいいところをですね取り入れていってもらいたいなっていうのはすごく感じてます。その経済の難しいところまでは分かんないけども、やっぱりその競争意識がすごい高いからこうなったのかなと、日本は。なるほど、ね、すごく高いからもう安い値段でより良いものっていうのをすごくやっちゃった部分で、まあ、そうせざるを得ないところがあったのかもしれないけれども、それはちょっと僕には分からない難しいところなんだけども、その辺でちょっと差が出たのかなと思いますね。なるほどですね。あ、やっぱ今すぐスッと入りました。よかった。ちょっとうまく言えてたらない。いやいや全然もう本当そうですね。わかりました。どうも、はい、ありがとうございます。ドイツに来て、何かこう失敗談、苦労談あったら教えてください。そうね、やっぱりその一番は家探しかな。家を探すのがとりあえず大変で、我々は外国人。そうですね、やっぱり、はい、でまあね、すごくドイツ語っていうのはやっぱり日本人にとってあまり身近なものでもないの で、やっぱりこっちに来る人でもちょっと喋れますよって人も大体やっぱり英語がそうですね、そうなんですけど、やっぱりこっちに来る人はもうドイツ語がメインで生きてるので、そうですね、それでいろいろとやっぱり不利な部分があるんですね。で日本もそうだと思うんですけど、やっぱり家を貸すに関して信頼を得るのに、そうなんです。そうで、ドイツはすごくその今もそうらしいんですけど、その住居問題がすごくあるらしく、建物が足りないと。あ、そういうことですか。そうなんですよ。だから結構競争があるらしく、でそこにやっぱり我々住まないといけないから、はいはいはい、入らないといけないところで、家探しはすごく苦労しました。あ、なるほど。そうだから1個家空いてますよっつってネットでね、部屋を探ししてそこに行くと、やっぱりそこに何組も来るわけ で日本だとやっぱり最初に来た人とかに選んじゃうのかな、なんかあるけども、ドイツだと早もがしというよりかはバーッと見てもらって、その中から大家さんがじゃああなたに貸しますみたいな。そうなんですよね。スタイルが結構あって、そうですね、いい部屋だとやっぱりドイツ人もそこに住みたいわけですよ。そうですねそう、はい、いや我々すごく不利。確かに外国人ビザある。確かにそうなんです。何年いるのじゃ。そうなんです。2年しかビザ出ないってことはあなた2年で帰っちゃう。確かにっていう。確かにそうなるとやっぱり、いやそれよりももうドイツで、はい、もうねこっちでお仕事があってって、まあ、僕らももちろん仕事は持ってるんですけれども、そこの信頼関係が薄い分ちょっと古いところで、すごく家探しは大変です。はい、うまくね、よく聞きます。本当によく聞きます。で誰か日本、それも含めてやっぱ日本人のコミュニティで結局僕もそこで助けてもらって、強いですね、日本人のコミュニティ本当に、はい、で助けて、結局助けてもらって、部屋を見つけましたけど、そこが苦労しましたね。あ、なるほどですね。そうなんです、賃貸でもそれがあるんで。あ、そういうことですね。そうなんですよ、賃貸それがあるんでね、すごく大変です、アパート探しが。あ、そういうことですね。それはね、もう結構苦労しました。そっか、ノブすいません、僕はですね、はい、
会社がですね。そうでしょ。でも会社が用意してくれないと無理です。無理ですよね。無理です。本当にもう路頭に迷うことになります。ホテル暮らしがもう本当にそうですよ、ね、だからもうそれはもう会社が、はい、もうこっちに会社がありますよと。はい、もう会社が用意してるんでっていう信頼関係でこうパッと部屋を借りるようにしないと。そうですね。無理ですよ。そうです、ね、私の現地採用なんかはもう自分たちで探さないといけないので。あ、そっか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 。特に飲食店なんかは、まあ、寮とか持っているところもありますけど、全員分っていうのはなかなか。そうですよね。みたいな、小さいお店をやってる場合は、そんなに何店舗も、何部屋も持ってないので、それはね、難しいですか。いや、それでいいと思います。それが一番苦労したんだよね。僕の場合は、会社がエージェントと契約してて、その家賃の賃貸の、でその賃貸の会社と直接連絡をして、何件か見に行って、ここに決めたっていう感じなんですけど、だから間にね、そういうエージェントとか、そうなんですよ、挟んでくれると、まあ、そこが、まあまあ、君のところの紹介だなっていう感じで、多分ね、なるんだと思うんですけど、そうですよね。この場合って、手数料、まあ、結構ね、こっち高いんじゃないですか。そこら辺はもうね、ある程度はもう払わないと済まんでいけないですね。そこはもう、ね、もちろんね、うまくやる人もいるんですけど、それには結構運が、そうですよね、その人とのつながりの運が必要かなと思いますね。確かにそうですね。家は苦労しましたね。そっか。あとキッチンとか水回りとかもう結構、洗濯機とか持ってきてもう全然取り付けてくれないですからね、こっちはね。あ、そうですね、確かにそうですね。なんだったらもう、そうですね、アパートの下にボンと置いて帰るぐらいの勢いですから。はいはいはい、そうですね。もうそれをなんかもう、あともう自分でやるみたいな。自分でやるんですよ。そうですよね。そう、確かにそう、日本だったらね、取り付けるってくれるじゃないですか。そうですね、そうですね。で、ちゃんとプロがパパッとやってくれるったりするんで、そういう専門店で買えば、はいはい、うん、で、そういうのとかも僕はもう分からなくて、一回水漏れとか起こしちゃったりもして、もうね、その辺もびっくりしましたね。なるほど、ね、そう、その辺は失敗があります。はいはい、水浸しみたいな、もう止めるとこわからない。元栓がそっか。僕は家具付きなんで、うん、僕はもともとついてたんですけど、フランクフルトにいた時はアパートメントタイプ、まあ、同じアパートメントタイプの洗濯機がないバージョンなんですよ。地下にあって、あ、毎回ね、その共用の洗濯機に地下まで降りてって、1ユーロか2ユーロ払ってやると、で先に洗濯したい人がそこで洗濯してたら、その時間帯できないみたいな、待たないといけない。そう、洗濯機は違います、ね、そうなんです。やっぱりこっち古い建物が多いので、うん、水漏れが怖いんですよね。そうですね、人が、うん、あるの、そういうのがあるので、もう100年前の建物とかも余裕で立ってるんで。そうですね、ありますよね、うん、で、そういうので何かあった時にその建物自体が傷まないようになるか、確かに、こうそういう大家さんが怖がってるところはもうね、下に置いて、もうこれを使ってくれと。確かに。そういうのもあります。はいはいはい、もちろんね、取り付けてくれる業者さんもいるんですけど、まあ、でもプラスちょっとプラスアルファがね、結構ね、それはね、ちょっと結構取られちゃうんで。嬉しいところではあります。そうですね。一人暮らしをしたら工具一セット買うみたいな。あ、そうですね。もうガチガチなやつ。ガチガチですよね。見たことないようなこう六角レンチのなんか、こんなの何みたいな。ありますよ、ね。みんな持ってるっていうか、ドリルもね。そう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 。使ったことない壁に穴ドリル。すごい穴開ける。そうだね。初めてだよ、こっち来て。もう YouTube で見て。そうそうそう、YouTube で。チェックして。チェックして。こうすんのね。使い方を使い方見て。番号を合わせてとかって、若い子でもみんなやっちゃうから、そう、あ、そういうことですね。そうね、そんなことがあるんで、まあ、それはね、はい、慣れたら楽しいけど、まあ、慣れるまではね、そうそう、慣れるまではちょっと大変、それがやっぱり、まあ、文化で面白いかなと。そうですね、うん、でその分ね、その回ってる部分があるのかなと思いますけど。なるほどですね、はい、ありがとうございます。いや、結構楽しいストーリーですね。じ
じゃあノブさん最後なんですけどね、はい、まあ、メッセージになるんですけども、ノブがこっちに来て今感じてること、はい、これから海外に行きたい一緒にとってとか、はいはい、まあ、それが同業者であり、うん、他の業種の方々であったりですね、そのノブの経験のもとに対してですね、はい、だからそういう方々にこうメッセージがあればシェアをしまいたいなというふうに思います。わかりました。もう職業柄は結構若い子と、はい、一緒になることは飲食店で、で一番よくやり取りするのはやっぱりワーキングホリデーはやっぱりドイツに行っているので、ワーキングホリデーでこちらに来て、まあ、ちょっと飲食店でアルバイトしてちょっとお金を稼ぎながら、その語学、その人によりますけどね、はい、語学を勉強したり、そのヨーロッパの文化を学んだり、まあ、その全然1年間もいろんなヨーロッパを旅行したりとか、いろんなことを会うんですね。それを見てると、はい、あ、俺も若い時やっときゃかな、そっか、もうすごく楽しそう、そっかで、やっぱりそこで自分がその住むとこって今結構選べる時代になって、うん、今もコロナで動けないし、はい、なかなか難しいですけど、やっぱり選べる時代になりつつあって、特に日本なんかは、まあ、パスポートが強いっていうのもあって、はい、いろんな国に行けて、でそれを知るきっかけは若ければ若いほどいいんじゃないのと思って、うん、はい、でも確かにこっちに来てらもうとりあえず旅行行っておけと、もう本当にどんな国を、まあ、ドイツだったらドイツはもう旅行に行きやすくて、ドイツ人も旅行が好きだから、はい、いろんなとこ飛行機飛んでるから、そうですね、そうですね、もうロンドン行ったりパリ行ったり、はい、ね、バルセロナ行ったり、もうね、はい、ベネチア行ったりとか、もうどんどんそのね、もうそんなに高い値段じゃなくて、そうですね、ちょっと頑張れば行ける値段で遊びに行ったりしていけるので、本当1、2時間あればすぐ行けちゃうもんね。そうなんですよ。で、大学だったらね、休学できたり、うん、ちょっと、ね、今、そういうの OK だから、いろいろと、ね、昔ほどガチガチじゃないから、そうですね。うん、そういうのをね、してもらったらなと思います。あ、興味があるなら、はい、はい、はい、そうですね。うん、その、これの YouTube 見てるってことは、多分、おそらくその海外に関して、ある程度、はい、やっぱり興味を持って、そうですね、で、うん、それはちょっと踏ん切りつけてどうか行ってほしいなと、うんうんうん、で、なんか会わなきゃ別に帰りゃいいだけの話だから、そうですよね、そう、別に数週間で帰る人もいるから、はい、本当そうなんですよ、そうです、そう、でもそれはそれで分かると思うな、私は海外に向いてないなと、はい、そうです、もう それがいい経験なんです、そう、それが分かればいいと思う、はい、やっぱり日本なんだねと、もうそれはもちろんいいと思うし、やっぱり海外で仕事をしてみたいなと思うのもいいし、数年仕事して最終的には日本に帰るでもいいし、はい、何か目標やとかで、いろんな目的で来てる人がいるので、いろんな人と会えるし、特にこのデュッセルドルフという街はいろんな人がいるので、そうですね、そこういう経験を積みに、ぜひ迷っている人がいたら、はい、とりあえず来て、とりあえずもう動けといや、ほんとそうですね、ギブアップはいつでもできるからそうですね、もうパッとやめて、はい、もう帰るのは帰るんですと帰って、まあ、別にそれはそれでいいと思うし、はい、僕も本当そう思います。お金も確かに使っちゃうかもしれないけど、まあ、お金なんかまた食べればいいから、はい、うん、で、まあ、就職しちゃうとなかなかやっぱり、うん、そこからは、まあ、まあもちろんやめて、一番多いのは大学出てすぐ仕事行って、でちょっと仕事してこのままでいいのかなって思って辞めて、こっちにワーキングホリデーできて、でまた日本に帰って再就職する人もいますし、もともとヨーロッパにとかそういう海外に興味があった子だから、こっちで仕事を見つけて住んでいる仲間もいるんで、その選択肢のきっかけは来ないと増えないわけなんで、そうですね、はい、そうですね、ちょっと勇気を振り絞って来てもらえたらちょっと楽しいんじゃないかなと。本当、本当ですね、はい、僕は若い時は全然興味なくて、日本でずっと仕事して、まあ全然来てから楽しいんですけど、はい、まあまあ若い時に来たらもうちょっと幅が広がったので、うん、もうちょっと良かったのかなと思います。なるほどですね、まあ、大学も休学したりとかして来ている子もたくさんいるので、はい、そうですね、うん、ちょっと
選択肢になればと。そうですね、うん、本当一番は帰れる国にちゃんとあるっていうところ、ね、大丈夫なんですよ、日本すごいから。いや日本はすごいから仕事もあるし、本当そう思います。美味しいし、もう本当にすごいいい国だから。 でもそれでもやっぱり選べるのっていうかところで、選択肢を増やすのは OK だと思うから。そうですね、絶対こっちがいいわけじゃないから。そうですね、それは人それぞれで。はい、人です、僕なんかたまたまこっちが暮らしがちょっと気に入っちゃったから長く住んでますけど、はい、別にもしかしたらどこに使えるかもしれないし、ちょっと分かんないけども、それは選べるから、それのきっかけになればなと。そうですね、本当に何度も同じでございます。いえいえ、とんでもないです。もうありがとうございます。とんでもないです。いや本当にいい話を聞いて、もう感謝しかないです。ありがとうございます。我々のトークが皆さんに対して何かいい情報シェアをねできたらなというふうに思いますし、何かしら参考になったり後押しできたりっていうふうになればすごく嬉しいです。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。で本日のゲスト、ノブ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。See you in my next tube. Ciao! 緊張した?いやー、どうもどう?緊張したよ。緊張した!緊張した!お腹空いてる、ご飯食べよう。ご飯食べよう。トークセッション後、ノブがなんとしゃぶしゃぶを作ってくれてるんです。やばいっすね。テンション激上がりなんですけど、 YouTube 収録ありがとうございました。いや緊張しました。あー、いやいやいや、いろいろ話してもらって感謝です。でこれは朝釣ってきたやつですか？朝切ってきました。やばくないっすか？ドイツでしゃぶしゃぶって本当に激テンション上がりますね。やばい、よかった、そんなに喜んでもらえて。いやもう昨日の夜からね、もうしゃぶしゃぶの頭しかないですよ。全く、いやいや全く問題ないですよ、ノブさん。しゃぶしゃぶ。うわいい感じ。嫌いなものないね。大丈夫、食べれる全部。嫌いなもの、人参。人参、あ、そうだ。ピーマン。人参ないね。焼いたレバー嫌いですね。そう、生の体験も。生大好き。生レバーすもうすごい好きです。最高だもんね。うん。ね。どうぞ。どうぞ。これからこれから。沸いたらお肉しゃぶしゃぶして食べましょう。はい、どうぞ。これのぼさん特製のごまだれ。ごまだれ。どのぐらいかかったんですか、作るの。ん？作る時間？はい。これは5分ぐらいでできるよ。わ、かっこいいね。手際がいいね。いや混ぜるだけだから。のぶさん、これ出来上がりました。はい、来ました。うわー、しゃぶしゃぶ食べましょうか。はい、行きましょう。じゃあ、のぶさんどうぞ。しゃぶしましょうか。はい、しゃぶしゃぶしてください。はい、しゃぶしゃぶと。豚ですね。豚ロースですね。あちょっとごまだれにつけて、ごまだれ、特製ごまだれつけてね。そしてダメよ。なんとドイツですね。しゃぶしゃぶですよ、皆さん。こんなしゃぶしゃぶをドイツで食べれない贅沢ないですよ。ありがとうございます。しゃぶしゃぶしますよ。しゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶ。これ完全に赤身を取った方がいいかな。うん。よし。じゃあ特製ごまだれだね。いただきます。うまい。やばい。